FC ウラルスベルドロフスクオブラストは、ロシア中央部スベルドロフスク州の都市エカテリンブルクに本拠地を置くサッカークラブチーム。ウラルは1930年にコマンダウラルマシュのストリテルとして発足。その後、ゼニとマシュのストリテル、ウラルマシュと改名しながら2003年から現名称に至る。1945年ソビエト選手権発足当初から参加。 トップリーグにいた1969年を除き、もっぱらカブリーグに所属。リーグの中で、ロシア SFSR の最東端に位置したクラブであった。ちなみに、ソ連全体では、カザフ SSR のアルマトイに位置する FC カリラと、であった。ソビエトカップの成績は3回準々決勝に、進出した。1991年のソビエト連邦の崩壊後、ウラルマッシュは、 トップディビジョンに配属され、1992年から96年の5年間所属したが、1993年と1995年の8位が最高成績であった。1996年はインタートトカップの準決勝まで進出したものの、リーグ戦で18チーム中16位に終わり一部に降格することになった。翌1997年も成績が振るわず2部に、 降格。1998年から2002年までは2部でプレーした。2002年に一部に復帰が決まった後に、現在の FC ウラルに改名した。しかし2003年に二部に降格するも、翌2004年に再び一部にし、現在に至る。FC ウラルという名称での最高成績は、一部に所属していた2006年の3位である。ありがとうございます。